きの2番、さっきの2番って今の2番ってコードギアあスなたのを役知らな割いはからさ、ルルーシュ。霊媒師。なんかやたらスマホゲームでさ、コードギアスっ夜てになシりリーましズあんた。だけど、あれそどういうのことままとお思待いちなくがら。ださい。スマホゲームで、コードギアスっていうシリーズがなんかいっぱいあんの。普通、例えば、なんてもいいや。ロマサガだったらもうロマサガなんだよ。他にロマサガはないの。アークナイツにもアークナイツの他の、あ、元は、もうどうなってんの、これ。コードギアスってなんかスマホゲームはやたらね、やたら、なんかいっぱいある。多周迎えてからやってんのかわかんないんだけど、いや、シリーズがあるのにまた違うシリーズを作るって、あれどういう仕組みなんだろうって思いながら、スマホゲームで。もうお待めんちどくくだささい。い霊能じゃねえかよ。朝が来ました。初間日違っのても襲文句撃言わはないであね、りませもん。8番さんがう。話聞か発ないで言くれ、しま今す。はもう。はい、お願いします。いや、やっぱり私、このゲーム結構長年やってきましたけど、やっぱり、最近多く見るのが、理由のない、発言だったり、怪しむ要素がないのに怪しんだり、ないっていうか言わなかったりね。自己完結しちゃいかんですよ、このゲームって。ちゃんと発信していかないと、伝える努力をしていかないとダメなんですよね、やっぱり。僕はできてるんですが、もちろんね。皆さんは、この頭の片隅に置いて、やっていただけたらいいかなと。思います。以上です。9番さんが発言します。お願いします。八番さんは長年の経験則から発言する努力、最終的に発言する努力、頭の片隅にっていうか、別に頭の片隅に入れなくても発信力って大事で、でも伝えることよりも、どちらかというと、汲み取る方も大事だと思います。人の話をちゃんと聞いて。で、要素の取り8方番とのか、シングルラインの要素超がマ考ジで察じ難ゃなくしい。て。ちょいちょいの暴言私、入っあんまちゃっりなんかこう、て、フィーリング投票でメラ放ポ棄リしナーとか、て、そういただうね、取一りつ方だけされる3、と、4の指示でその3の人指示をが、決めようとしたなんね、か白色の。知ってて言ってんのかなとかなるから、もう原文でしか頭拾痛いわからないメです。モっあといたと、けど、LINE 精査が本当苦手なんで、単品での精査しかしません。私は。多分みんなそれぞれ精査の仕方違うんだろうけど。8番さんはそれを自分で言ってて、2週目でどういう精査をするかっていう期待ぐらいですかね。あんまりなんかピンとは来なかった。すいません、これは。ちょっと本当に8番さんからなんかピンと。あなたの発言です。はい。一番何かするって言ってた気がするけど、それがわからないけど。単体示唆するって言ってたのかな？ 9 番の話だと。今単体示唆する人なのかな？占い進路だったら LINE 持ってもいいし、占い心境でもグレー片白の LINE 持ってもいいし、別に LINE と単体組み合わせればいいんじゃないって思ってるけど。今オリンピックですから、スポーツで長所を伸ばした方がいいっていう選手もいれば、短所を補って、苦手なところを克服してまんべんなくやるっていう選手もいるだろうから。その自分に合わせてやり方やればいいんじゃない。理想はどっちもやったらいいと思いますって思いますけども、別に8番9番の黒要素はまだわからないです。でも何かをやろうとしてた人なんでしょ。皆さんが聞いてたと思うから、8がそれをやれてなかったら怪しめばいいんじゃない。9番は、たまにはそのわかんないけど、LINE の練習してみて失敗して学んでみたら。っていうのもあります。2番さんが発言します。おはようございます。占い師を聞きました。2番でございます。1番白と出ています。そうですね。8番、9番の発言に関しては、8は何か
まあ、蜂の発言をちょっと聞き逃してしまったんですが、蜂が何かをすると、栄一が発言したらしいですけど、まあ、それを楽しみにしておきましょうというところで、吸盤はまあ、なんていうんですかね、完全な偏見かもわかりませんが、あんまり狼っぽくは見えないですね。なんか、こんな人が嘘をつくとは思えないという、それが危険なんでしょうか。まあ、一番に関しては白取れてますんで、まあ、3番さんが発言します。はい、まあ、一釣りでいいんじゃないですか。当然2番の新切りで、対抗も出てない2番の新切りでね。8番は何かをするとは言ってなく、ちゃんとしてくださいって言ってたんですよ。人外の1、2番さんに解説してあげるけど、8番さんは最近理由もなく黒塗りしたりする輩がおるから、そういうのはやめてきちっと発言で理由をつけてください、してくださいと言ってましたから、そんな単純な発言すら聞かずに精査をしようとしていない、つまり人狼一差がつきがない人狼なんでしょう。1釣りで1が白やった場合の可能性も考えて、2番は釣らずに1を釣るんです。新占い師がこの後出てくるでしょう。団体精査をするって言ったのは9番さんですから、直前の9番さんの話すら聞いてないっていう証拠ですね。4番さんが発言します。占い師4白です。あ、じゃあ、ごめんなさい、6白です。3番さんの言う通りですね。なんで3番さんはでも2釣りはない、盤面的にないからってことですか。票集まらなそうだから1釣りたいってことですか。1が白出ても、強靭ってことでいいですか、3番さん的には。まあ、3番さんの言う通りなんで、もう完全にまあ、論破されたんで2、1って。まあ、人外かどうかっていうのは3番さん目線ではそんなに判断つくんかなって感じやけど、言っとること自体は正しいんで、まあ、一番釣りでもいいんじゃないでしょうかね。まあ、教授もあるしっていうことで、ね、もし白手結果だったとしてもっていうので。まあ、その9番さんの、その、あれなんだよね、その、なんとなく白っぽいみたいな、フィーリングで白とかで言われたら、色見えてるんじゃないかと思っちゃうとかっていうのは、すごく良かったんじゃないかなと思います。はい、占い。5番さんが発言します。まあ、僕は2番4番で比較すると4番のが偽っぽいなと思ってるし、4番視点で1番がなんかどう見えてるかっていう話もないのに、じゃあ3番の言う通りでじゃあ1番釣ろうみたいな、9番のじゃあフィーリングが良かったから9番村っぽいよねっていう、その観点の落とし方の方が僕はやばいと思いますけどね。いいじゃないですか、クロスするなりそれでやればよくないですかと思うんですけど。だったらじゃあ4番9番評価できるんだったらそれぐらいのとこ落とせばいいじゃん。別にこの後ゴールまあ2番目の方がおもろいんじゃない。俺なら3番4番の欄にしちゃうけど、それでもいい。いいよ、まあ、3村でもちょっとお仕置きしてやめるから、3番4番でもしてやめるよ。3番4番決めたんでしょ、これは。いろんないでしょ。3番4番は狼探す気がないんだから、1番の2周目の余地すら与えないでしょ。で片白なのにするってんでしょ。だからちょっとお仕置きをして3番4番の欄にするけど、3番4番が選んだ道だから別に異論はないでしょ。釣るところどこでもいいんだよ。6番3番4番の欄にしてみよう。面白いでしょ。責任取ってもらうから3番4番。はい、6番村人仕様なし。3番釣ればいいや。5番視点の中で4番に、まあ村が納得しなかったら3番騎士だったら唯一許されるけど、3番騎士でも対抗だから3番から3番それでいいんでしょ。そこの精査全くない。ただ2番目の方が面白いんじゃない、この村。これ確かに3番が2番に成熟で1番釣ろうというのは変よ。2番から、まあ、1番に黒だったらラッキーだし。そこ行ってる段階で。ただ一応2日目は話聞いてみるよ、ゆっくり。そこは5番はどこでもいいんだよ。どう見たんかなと思ってる。ただゲーム性が壊れるっつうなら別に、はい、面白そうだから、3番は。
にしての中で、その9番が村っぽく見えるっていう理由が全くないんやけど、俺が、把握漏れかなんか知らんけど、あとはね、一番の接続切れが気になったぐらい。はい。24は22場面の方が面白いんじゃない？この村は俺を釣ったりして、その方が7番結構面白いんじゃない？発言します。はい、後ろです。まあ多分2狼4狂人だと思ってるんで、まあ2番引いていいと思ってます。あ、わかんない。まあ4番が狼の可能性もあるけど、まあ3番さんは2番が狼だった時はあると思ってます。まあ、なんでかっていうと、まあ、34ならゲームを占いますか。占い師が1人しか出てない状況下で、34なんで、まあ、その視点で、まあ、2番の原文だけ取って、キリラジグレー釣りは騎士が出ない限り、まあ、2席目打てるんだろうし、こう、まあ、4番釣りましょうよ、4番で。まあ、俺視点っていうのは、新書形はいいが、まあ、2書形って絶対通らない論だと思ってるんで、まあ、グレー書形が普通ですよね。で、1番さんに視点向けてるところも、まあ、俺は別に1番さんから単品の黒要素って取ってないから、あれだったんだけど、これ4番が狼だった時って、まあ、少なからず、2番の色が白で見えていて1の白も見えている。で3番が2番の2席目打ってるから評価周1に見えるから盤面上3番は白、はい、です。以上です。2いきます。どのシーンだけ切れるから3でもいいかな。8番さんが発言します。3番釣ろう。どのシーン切れるんで3釣りして、はい、あ、進行して取ろう。いやちょっと7番やばいっすね。7番5白なのに4号って言って、ちょっと面白かったですね。あ、じゃあ4番に進行を任せるわ。うん、じゃあ4番が進行を握って、やっていただいて。騎士が、騎士らで4番？騎士であれば、100歩譲って分かるんで、うん、分かる部分がある。はい、頑張ります。え？ 2 が1。9番、3が発言します。うん、8番さん行きますけど、だったら7番さんって企画じゃない？あとね、5番さんの言ってること、ただね、ちょっと7番さん1個違ったのは、3番さんの言ってることは分からなくもなかった。1番さんが8番さんの組み取りを2締めで何かしたい人とは一言も言ってないから、そこの発言をしながら2番さんが1白ですからの9は なんか人外でやったなさそうみたいな、嘘つけなさそう、だからそれを私やめてくださいって言ってるから、それだった時って2番さんの色が分かんないから、3番さんが、まあ、1,2 で思ってるから 1に行く必要はないと思ってて、でただね、4番さんが1はないんじゃないからの精査が、5番さんは4が偽に見えますって言ってるから、5番さんは普通だったもんね。6番さんの1番さん接続切れ、私全く気にならなかったけども、結果8番さんはトップであれだけ言っといて、何の精査もしないから、あれは何だったの、1周目の下りは、と思った。私別に、まあ、1番さんの1個だけ引っかかったけど、8番さんが 2周目したい人っていうのはね、ただ、私が汲み取ったのは、1番さんが8番さんを2周目で、2周目のグレースケールみたいな下りの言い方をしてんのかなって私は汲み取ってたから、はい、それぐらい。まあ、結果、八番さん、なんだろう。あっち行きます。3は、まあ、普通ではないけど、1、2に見えるか、多分2番さんのシーンを切ったのと、1の組み取りがって思ったのかなと思ったのと、8じゃないの、人狼。ちょっと2番さんと7番さんだったら、7の方がちょっと深夜見えてるけども、24の精査的か。あなたの発言です。はい、あ、騎士が釣りたいところでいいんじゃないですか。任せます。騎士が釣りたいところでいいですよ。ランでも組んでもらえれば、はい、任せます。4番のが噛まれる可能性があるんで、守りに関しても任せます。はい、どうせ新旧だったら性能の色なんて見えないんだから、新旧の感覚でやればいいんだから、占い神だと思ったらそっち守りでも任せます。はい、あ、グレー行ってもいいし、私らは5番だけだけど、グレー行って、え、まあ、4番に任せます。まあ、3仕様だから面白いから4のシーンだけ切れるから、グレーズリー行こうかなと思って、まあ、3でも釣ろうかなと思ってたから。うん。まずね、村系がないやつダメよ。黒だ、こいつを釣りたいって言ってるやつダメだから、3釣りでいい今日。3番の色見る。うん。で、俺だと3番釣りになっちゃうから、4番が決めてください。言ったよ。4番が決めていいですよ。うん。
3番釣りしようと思って4の2世決め打ちで3釣り。ダメよ、人狼プレイヤー。こいつが黒だ、こいつが黒だって言った方が無駄だっていう。1周目なんかわかんなくていいよ。わかんないものはわかんない。2周目から黒位置上げればいい。2周目で上げないのは問題だけど。1周目からこいつを釣りたい。うん。だからさ、こういうこともあるでしょ。霊能だから別に8番9番に色つけなくていいから自分が2周目に怪しいやつを釣り寄せばいいんだから。うん。ダメ、考え変えなきゃいけない。黒って言ってるやつはもう大体釣りでいいよ、もう。ダメ、考え変えなきゃいけない。1周目に無理やり黒を上げなくてもいい。うん。上げてるのがどうかしてるレベルよ。こういうこともあるでしょ。村の可能性もあるでしょ。そもそも8番がお願いしてるとは思わないでしょ。推測で。聞いて、話聞いてないんだから。自分で何かやりたいことを言ってるか、だと思ってたけど、何、誰かにお願いしてんの？はいはい。まあ、4番に釣り位置任せます。はい。2番さんが発言します。いや、思ったことを言います。まずね、僕は真の占い師なんですが、対抗の7番の人外陣営の7番さ、非常に、まあ、頭の良さそうなプレイヤーということで、まあ、すごく新芽を取ってくるんじゃないかなと思います。その頭の良さ、ただね、頭のいい方が真とは限らないんですよ。当然、僕のような、ね、言葉が角正しい新占い師も存在するということに皆さんは気づいてほしい。8番さんはなんかこう、発言が少なくてなんか怪しく見えましたね。で、3番さんは、1番さんが人外だと、100% 人外ですって1周目に言いましたが、なぜそれが3番さん目線確定していたんですかね。1、2が人外だというふうな3番さんは確定していましたが、そんなことありえないですよね。そんな精査をする人は、たとえこの人、まあ、強人アピールの可能性もありますし、本日残したところで、もうロックをかけずに今後進めていけるのでしょうかっていう、そういう疑問点もありますから、今日は素直に3釣りでいいんじゃないですか。そもそも3番さんの推理は間違ってたじゃないですか。1番さんが人外で2番が人外でっていう推理がもし破綻して、1番は霊能確定してるじゃないですか。3番さんが発言します。はい、次の村で頑張ります。4番さんが発言します。すみません、騎士対抗っていないですか。僕噛まれちゃうんで、騎士出てほしいんですけど、騎士対抗の方出てほしいんですけど、騎士対抗出てくれませんか。すいません、噛まれちゃうので。3番さんかな、出てくれませんかね、騎士対抗。3は騎士で出ないです。次の村で頑張りますっていうメタ発言を残して、まあ今のとここう経費っていうのは3か8かみたいな感じになってると思うんですけど、3番さんつってもいいです。僕が騎士でいいですかね。一応1番さんの霊能者さんからは、まあ、4番が騎士というふうにしっかりとお墨付きをもらったんですけど、対抗出なくていいです。僕噛まれちゃうんで、対抗できれば出てほしいんですけどまあ今の感じだったら3番さんで、まあ、3番さんすいますか。で、僕は、まあ、クロスするなら護衛は2番
でお願いします。あ、太鼓出たらの話ですけど。出なくていいです。5番さんが発言します。ああ、結論から言えば6番釣ろうかなと思ってますね。俺のグレー考察がなんかないからとかって言ってるけど、じゃああなた視点での話は何、あなた視点はじゃあどこを人外だと思ったの。一発目聞いて8番9番とかからなんかじゃあ人外よく取れたの。それはなんか言えてるんだったら俺に対して言ってもええと思うよ。これこう言ってんのにみたいな、でもないっしょ。あと、まあ、8が狼だったときに、じゃあ、これ、相方で2と7で出てるんだったらやらないんじゃない？もうなんか、そんなパッと切ってはやんないんじゃない？やってるんだったらかなりやと思うよ。同期あると思うよ。また釣られるじゃん。あと、もう村視点でもうロラーされて終わりっていう観点もあるし、3番ももう、じゃあ次の村で頑張りますって。まあ、占いに標準が走ってるんだったら、まあ、あれだけど、いいけど。可能性はあるかもしれんけどっていう話だけど。ないんじゃない、わかんない。純粋に多分7人は進路やと思うけどな。2番も1白でやってるから。巨人だったら2番巨人じゃまあ1に白なんか多分。ああ、そうか。ちょっと時系列はちょっと違うけど。ああ巨人だったら多分2番って多分出さんと思うけど、まだ。って話やと思うけどな。1番に別にあんな落ちとかあったわけでもない。10面の発言で。ただ3番に関しては意欲的なものだけは取れたけど。それだけ、別に中身がどうとかではないし。だったら6番視点でじゃあ最初何、俺に吹っかけてきたけど、あんたの発言聞いてもあんたがどこをどう見てるって全くわからなかったけど。っていう話ね。だから結論から言えば6番、3番よりかは6番だな。はい、6番さんが発言します。はい。じゃあ5番、6番なんでいこうか、5番。そこまで6番が。あの人狼に見えるんやったら結局5番の精査も間違ってるし、5番が村やったと聞いて、あのそれやったらあの5番視点の中で8、9、3かの中で人が探せるあれがないんよ。はい、まあどっちかが死んでどっちかの色を見てはっきりしようや。はい、5番があの段階であのグレー精査全くなし、それやったら、あの、色つけれんやん。うん。突っ込まれてもしょうがないと思うよ。5番が、あの、村でも知らんけど。はい。じゃあ、5、6の欄でお願いします。5番釣ります。7番さんが発言します。まあ、そもそも4番の対向者がいるかがまず大事で。4番が新吉だったら今日白処刑しない限り基本的に紙って、まあ、4番にしか入らないから、うん、いませんか、もういないんだ。4番新吉であんな意味不明な話発言してるんだ。今日処刑したら4の視点って、まあ、1番5位1択で、まあ、黒釣ったら、まあ、1番に紙が入るから4番は絶対生存してるのね。で6の視点下でまずなんだろう、なんか5番さんにだけ固着しすぎじゃない、それだったら。言ってること分かります？あなたの視点で、あ、じゃあまあ5番が狂人だったら俺が謝りますわ。うん、でもあなたの視点で狼ってどこだと想定しての5番処刑なんですかって話になるから。なんか6番さんも5番に言ってるけど、なんか6の視点下で灰の精査って一切ないよねって話ね。うん、です。うんうん、だって8番とかほぼ要素落としてなくない？ 6 番さんの中でどう思った？8番2周目聞いてって思っちゃうから、なんか6番さんが全然人間に見えない。5と6の欄でいいですって言ってるけど、まあ、そもそも、まあ、5番処刑仮に入ったとしたら、まあ、襲撃位置7番だから、まあ、そこら辺のケアがない6番さんがマジで人間に見えない。だから6番さんもし生き残りたいなら8に投票すればって話です。投票してください。アバターをタップして選択できます。
投票を終了しました。追放されるのは、6番、3です。6番、3が、発言します。2番か3番いったんか。あのね、別に俺生き残らなくて別にいいっすけど、はい。結構7番って8、9番、8番やったっけ？じゃあ仮に7番が8番に、何やったっけ？生き残りたいんやったら8番に行け。7番って8番にらんでるんやろ？じゃあ6番が、アムラだと思って、あれやったけど、多分5番、黒打たれたら俺5番にしかいたもん。あんなクソ考察は。はい。黒見つける気ないやん、こんなん。まあ、5番が強靭やったら謝るって7番言ってるけど、じゃあ強靭っぽく見えるのかっていう話やろね。はい。霊媒結果は人狼ではありませんでした。襲撃された人はいませんでした。3番さんが発言します。4番さんが発言します。人狼さんが俺の発言に騙されちゃって1番ダモードしちゃってさ、6番の白を見せたくないというよりは騎士が濁えをするって言ってたから1を噛めると思って1を噛んだんでしょ。人狼さん、俺が騎士を追ったときは諦めた方がいいよ。
ツーグッジョブのプロって言われてるから。次1かぶんでしょ。で、その後の護衛、絶対俺護衛できるから、ツーグッジョブマジで俺起こしてるからね。騎士持った時に2回に1回起こすから。俺が騎士持ったら諦めた方がいいよ。本当に。力の差がありすぎる。ということで、まあ、7番視点ってもうほぼ28ローでしょ。で、2番視点って79ローか75ローぐらいになって、78はまあなさそうだから、来ると思うんだけど、おそらく79ローなわけじゃん、2番さん。なんか、かわいそくねって思うので、3番さんみたいなさ、こういう部分取る人がいたらさ、7番さん、9番さんが結構かわいそうだなって思うわ。俺が騎士持ってるわけだしさ、中国すぐちょっとまた起こされてるわけだし、もうほんとかわいそう。人狼かわいそう。5番さんが発言します。まあなんか昨日の6番発言聞いてて、もうこの人こそ狼を探そうとしないよね。だって俺を狼だと思って本当にこの人やろうとしなかったでしょ。だったらあんた視点で、じゃあなんで7番ニスだっていう発言も出ないのと思って。まあそもそも3番があれか。昨日の時点でもう投票放棄して、もうゲームは参加しないということで。まあしょうがないですね。まあ6で黒落ちてりゃよかったけど。まあこの人もブーメランだよな。俺でも言ったじゃん。8番3番に関してはこれを除外するからもう6だよって。ただそれだけは言ってんだけど。あんたはそれも聞かず俺だって言ってんだろ。少なくとも俺3番8番の要素は上げてるんだけど、ま、お前より 100% マシだよ。バカだよな。白打たれた人間が釣られるってよっぽどやぞ。普通に構図から考えてまずありえんけどな。やばいと思うよ6番。あんたのその考え、勝てると思った。俺白もらってんじゃん、少なからず7番に。あんたやばいよ。7が言ってるのも多少は通ってるよ。あと6番が最後に遺言で言ったのは確かにちょっと通ってるよ。7番に関して8だと思ったら8入れたらいいじゃん。なんで6にそれ言ってんのと俺も思ったけど。はい。まあぐらいですけど、まあいいんじゃない ?6 二度とそういうプレーはやめろ。な?いいんだよ、俺が黒もらっていいよ。あんたじゃあ俺に入れすぎだな。その小学生みたいな脳みそで。ね、やればいいじゃん。なあ。だったら最初から言う1周目で、僕は8番さんに睨んでます、9番さんに。で、5番さんはそう思わないんですかぐらい言えばええのに。なあ、2周目あんたのがよっぽど下だよ、6番。なあ、天下すべ。7番さんが発言します。はい。まあ、この状況下は9シル引いたら、まあ28かなぐらい。今何票ある？まず5、7、9はまあ2投票できて、まあ、1番さんがよくわかんない。で、3番が投票権なくて、今、8人番目か。3票確定で3番放棄。ってことは、どうなる？勝てるってことか。勝てるってことだよね。なんか、4番さんに物申したいんだけど、なんか9番と7番がかわいそうって言おうけど、俺死んだし9番白だから、何言ってんのでしょないから、なんかそういう、なんかじゃあ9番の黒要素上げればって話になるし、8の視点下で何が落ちたのね、2周目に。って思わなかった。だから6番さんはね、わかんない、強人かもしれないけど、まあ人に言う前に、8、9、3の精査したらって話だから。です。2番いきます。8番さんが発言します。まあ7番の言うことも一理あるし、誰かさんの言うことも一理あるかなと思います。はい、以上です。9番さんが発言します。
ほら、もうやっぱ8変よね。8も変だ。1指名3番さん良かったけども、良かったっていうよりも、分からなくもなくて理解はしようと思った。まあ、なんだろう、進行はおかしいなと思ったけども、ただ、今の思考開示なんだ。ただ、2周目に関しては、さすがにあの発言だけじゃねえ、分かんない。なんか次の村で頑張りますのみで、ほぼ思考を無視してる人になるから、でもな、6番さん言った理由は、5、6のランテージで少なからず5番さんは片白ですってなった時、7と2の精査を絶対するべきだと思ったから、まともにやるなら8行きたかったんですけど、もしくは多分3行くのが正解なんだろうなと思ったけど、多分票6番さんか5番さんってなった時ってもう6番さんにしか集まらないから、6番さんは自分ランテージに含めて欲しくなかったって狂人はあるかなぐらい思っていましたけど、5番さんおかしくはなかったですよ。1周目の思考、あの思考開示っていうか、多分思った観点でしょ。2と4が出てきてます、あの時点で。で、4番さんが一応疑わなかったか偽じゃないかっていう推理を一度落としてるから、5番さんはそこまで汲み取って精査はしてましたぐらい。28とか、まあ2と7だったら7番さんの方が比較的真には見えてるけど、7番さんの中で1個9占ったのなんだ、私がジェノに見えたの、7番さん目線。そこだけは言ってほしかったけども。まあ、7番さん視点、6番さん行きたくなる気持ちは理解したぐらい。はい。ぐらいです。27だったら、ちょっと2番さんから要素が一切広げてないんで、現状2番さん行こうと思ってますけど。あなたの発言です。あのもう占い師がなんで接続切れとか SG 占ってんの、そこを占って何が残るの、接続切れの人を占うとか。呆れるわもう。で、あなたして何、5番か9番の審議は2視点つかないんだろう、初めから占いよって話だろうよ。なんで村の中で白いと思われてる方を占わないんだろうっていう、まあ、俺はマジで不思議よ。あと、騎士がなんで乱を組まないんだって話で、3か8でよかっただろうっていう。6番は狂人の可能性があったけど、一応おかしな進行を取ってるから6番釣ったけど。もう、ため息が出るわ、もう。占い師は、白占いとか意図を持ってやんなきゃ。野球のバッターと何も考えないで打ってるやつ。配球読めよ。そのキャッチャーの傾向読めよ。そういう風に打たなきゃ打てるわけねえだろ、ボールなんか。ピッチャーもそうだよ。自分で考えて投げなきゃダメだろ。キャッチャーがどういう意図で投げてるんだ。占いに意図が伝わんないんだよ。接続切れ占ってるとか。そこが白でどうすんのっていう。毎回思うわ。SG 占って黒狙いしてるやつってもう、ほんと。黒狙いして白だったらどうするかって考えられないことがやべえなと思ってる。占い師持ってて。基本正しいのは白占いなんだよ。このゲーム。うん。まっとうなところの白なんて芯下がらないだろ。まっとうなところの芯が下がらないのに、あの怪しいところの裏になって白が出ました。私を芯と見てください。誰も見ねえだろ。先生の話をちゃんとメモしろ。まあ、俺の責任じゃない、もうこれは。俺の責任ではありません。もう、騎士がなんか生きてランテージしねえし、もう。意味がねえだろ、それだったらよ。2番。さんが発言します。あとはね、配球しか読んでないからそういう結論に至るんですよ。配球というのはチームプレーです。チームは強くなければ勝てない。でももし自分のチームが自分以外弱かったら、この前の八村バスケットボールで八村以外のチームが全員弱かった、そしてドイツに20点差で負けた。だから自分がルカドンチッチになるしかないんですよ。いやもう、つまり自分の人狼を引いて強人が2と1になったら2対7で勝つんです。もう7番が人狼でももう占いの意図が伝わらないから、もう3占いしてるやつと戦って勝てないから、もう今後これ俺の責任じゃないから、絶対弱かった。だがしかし接続機で占う意図が伝わんねえんだわ、もう 200%。 あなたの責任です、一番さん。こっから勝つんです。
それがあなたの成長ですよ。ここで勝つか。あんたの中の二郎構成どこだよ。2番のせいにして負けるか。そこではいつかあなたの成長できる。ひどいと思うよ、この占いよ。研究員が揉んでください。確かに私はサンマと占ってしまいました。だって、昨日の東京も私はサンマさんに入れました。サンマさんは怪しかった。明らかに怪しかった。誰がどう見た。年サンマさん白でした。いやもう、私が偽の占い師じゃ。しょうがないから、もう2番。投票権のないサンマさん。セザミスじゃなくて、もう4が嵐してる。2番も嵐の占いを行ってる。サンマさんは5番の勝負。もうちゃんとやるね、役文字はもう無理よ、これ。それはどうしてですか。俺の精査ミスって言われても、これはひどいと思います。もう4番が荒らしてるから、俺の霊能の責任はあまりないです、これは。何のメリットもない3番の評価。60点かっていうと、50点か60点くらいの間なんで、2番釣っても別に、むしろ2番釣らないはどうかしてるレベルだから、これ。自分の中で5、7、8、9、2浪構成、3番の色見して、どう探せんのか説明しろって言うんだよ。3番を。投票してください。アバターをタップして選択できます。いや、もう、あなたの中の二郎構成位置がもう5、7、8、9の二郎構成を上げてないんでしょ？わからないでしょ？3番占って。他のところに色をつけた方がよくないか？ 5 番か9番の色味をしながら、他のところに、まあ多分もうこれは村が負けちゃうんで、もう無理です。もう票が入っちゃうんで。投票を終了しました。28にかけた進行を取ります。追放されるのは、7番、3です。どうなってんのこれ。ほんとすごい、ね。7番。ほんとに7番が人狼ならいいの。バカらしいわ。これマジで驚く。4番の。9番 4ブロックして蹴るぞ。なんか、こいつさ、なんかね、お前2番の今の発言聞いたか ?7 番は5番と9番の票を獲得してるって言ってんだよ。あのさ、これひどいと。2番が真だったら、じゃあ8番狼みたいなもんで、8の視点で、俺がレジェンドじゃなくて、ただの、バッタお前。ただの講師くらいになんなきゃいけないんだよ。4蹴り。レジェンドで、俺が10回に9回当ててるゲーム性っておかしいんだよ。よく俺が騎士のカード。ヒロちゃんっていうのが飛び抜けてうまいっていう状況になってるのはダメなんだよ、人狼で。まあよく4番生きてる。4番が生きてんだから、2番の3占いなんか、あ、ねえだろうよ。占いの綺麗なのは7番だろう。7釣ってる村って何なんだよ、これよ。もういいよ、速攻 PP して。4残して。うん。で、4釣って明日。巨人出て俺死んだから。これなんだよ。嘘でしょ。結果は人狼ではありませんでした。いやひどいよな、これはひどいよ。2番あのさ、俺が人狼のトップをひた走るっていう状況はダメなんだよ。俺を超えるやつがいないきゃいけないけど、10回に9回勝負どこで当てて、勝負どこで当てて、1回だけミスし、10回中1回しかミスしないっていう。それを、まあ、リスナーさん知ってると思うけど、ライブで見てる人、1日で行うっていう。1日でその確率を超えるっていう。10分の1ミスを10分の 0.5 ミスみたいな感じのするっていう。1日で。ふっ。好きで何回もやるっていう。そんな人いないから、昨夜襲撃されたのは、これはひどい。占い先のおかしさまで上げてんのに、4番が残ってんだから絶対、あの、2偽だろ。2八だろ。出現します。ひどいと思う。ご狂人？なんで6番って黒いかないの？ 8 番とかいかないの？普通の村は。見事に。ひどいと思うよ、これ。村人が勝利することができました。5番が狂人もあるから、6視点、7新世界があるから、グレー行かなきゃ。たとえ占い師が弱くても、こうやって村が勝てるんだということ。あと今証明したんですよ。急だな道路。スライドするやつに6なのいないから、これもう。急な道路。なんで、あの、人狼が上手な人が何やってる？スライドしねえじゃん、年間でゼロじゃん。急だな道路。ムーブ。スライド使ってないじゃん、俺が。少なくともそんなことに頼らないで精査能力磨かなきゃ。2番と8番が異常じゃねえか、どう考えても。2番、シーシン。7の方が真っ当じゃん、占い先。8なんて使えないじゃん。お狂人でいいの、これ。もう。ひどいと思うで、これ。3が、
発言します。もう、いや、ひどいと思うよ、これ。なんで放棄してるやつ占ってんだよ。占わねえだろ、普通に。あんな人狼がそもそもいないから。ひどいと思うよ、これ。精査できないってやつ。自分が残されて非天候心測られない、測られないってやつ、すごいと思うよ。これはひどいと思うよ。無理だろ、3番とかのゲーム。3、4、6が、6は強靭ならいいけど、村でさ、グレー行かない、8か3落とせないってやばいし。7、2の審議で7新世界があんだから。ひどいと思うって、9もなのか、これ。嘘でしょ、これ。9もミスってんの、2、7審議を。2、7審議、どう逆精査マン発動してんの、みんなの中で。9番ちゃんも?5番も外してんの。逆精査マンでどう、28ローローでしょ、これ。すまん。どうやれば逆精査マンで、なんで6番って5番釣ってんの。どういう村なの ?8 釣りの村だったぞ、普通の村は。ダメだよな、村が弱すぎて。普通は8釣りの村なの。俺は3番が舐めてるから3番を釣りたいと言ってる。色を見たいと言ってるが、騎士に任すと言って、まともな騎士なら8番含めるだろ。これ俺悪くないからね、俺。こんなことやって、変なムーブ取って、ランテージも上げねえようなやついんだぞ、騎士でよ。4番、3番。切れるよな、まともにできねえ奴らとゲームして。僕がね、騎士を持ったら、もう諦めた方がいいですよ、人狼さんは。次、どこ守るかってわかんないでしょう、僕がね。僕が騎士持った時は、諦めた方がいい。ここ僕が騎士を持ったらこう呼んでください。大きとここいや、だって抜けちゃったんだな、まさ、7級狼ですよ。9番さんがまあ急もう白状して強靭使用しちゃったんですけど、スライドしてランテージも組めないような騎士なんて役立たずにも程があるでしょ。見てわかるでしょ。どこの誰が仕事もしてねえんだ、全部。君じゃ一番噛めないから。残された9番さんも、次どこ噛もうかめっちゃ迷ってるんで、僕騎士持ったらもう諦めた方がいいです。俺の日本語聞いてさ、7番釣るような日本語だった?こ。いや、もうさ、ひどいと思うよ。だから4番で嫌われるんだろうね。一定数が。大きと。わかった。これが俺の。ダメなやつっているよな。6番もベテラン勢でなぜ5番押してんの ?7 番の方が死んだろ。5番はマックス強靭なんだから、ロー狙いしなきゃいけねえだろ。ひどいと思うで、村全体が。まあ、するんだけど、まあ、7番には申し訳ないけどね、俺ちょっと変な考え方したんだよね。2が狼やった時っても7噛むしかないな。6番の色よりかも7噛むんじゃないかなっていうね。マジでそういう4番を残してる7番っているわけねえだろう。100番噛むだろう、4番を。邪魔でしかねえだろう、こんな石。これ6番みたいなのね、アホが俺に喧嘩吹っかけてくる。お前、もう余計な人噛むなよ、6番。やめとけ。な。俺に白を打たれたんだったらいい。2周目要素は言ってもええけど5番とかも合ってる時は合ってるけど外すでしょ。やめとけ。5と6ならあんたがやったことは結局ライブ見てると、僕の動画見てるとさ、僕ってなんかむちゃくちゃ外さないでしょ。考えて、はい、嘘みたいな外さないでしょ。やめた方がいいよ。10回にだって1回しかミスらない人だから、ね、10回に9回ってないから、ね、遺言でも俺は5番直近なんか 9.5 とかわけわかんない、あのアベレージ出してるけど、ね、まあそれぐらいだから。なんでかってね、
バカじゃないと思って信じてるから6番ちゃん。バカじゃないと思ってね。はい。9番いきます。あのさ、自分で見てさ、6番に文句言って勝ったと思ってんの、5番の人。発言します。やっぱりこの9人、まあ全員、ね、人なわけで。ひどいと思うよ。普通8番含むランテージをすると思ったよ。やっぱり、触れなかったり、俺、動画内で言ってるぞ、普通の村8釣るって。すいませんって言った方がやっぱ人間関係でもどういと思うでこの村は。うん、自我を出すけど人間関係じゃ うまくいかないもので、はい。今回の私がね、まさにそれで、はい。感じで9番に行きます。こんな弱い村があると思わないっていう。わかった？ 3 番みたいな態度がダメなの。はい、まあ、私今強靭だったから こいつを釣りたいとか言うのが間違ってんの。2周目に言えばいいの。さすがに2と7の発言精査したら7番さん圧倒的真、2番さんは要素の拾い方が変、と3占いはない。そのね、ちょっと理的強靭にしようか。2、3人狼だったらちょっとさすがに ご主人でも村かわいそうだなぐらいのレベルで聞いてました。あと6番さんの村っていうね、5番さん、6番さんはね、まあ多分独自の考え方でそうなって、6番さん視点は、ひどいと思うよ、この村は。感じたと思いますよ。客観視して聞いてて。これね、ある意味教科書よ、これからやる人。2、3だったら、いくらご主人これで負けるのは、4番がかなりの先般行為をして、多分発言精査もこんな精査で2番いけって否定しなきゃいけないレベル。それだけ。ランテージも組めなくて8番を釣り寄せない弱い村、3番が勝手に投げやりになって。どの道どうでもいいんだけども。自分が悪いんだろう。1番の釣りをして。1番みたいな咲いてる人を釣りをして。使えない奴って話を聞けてない。2周目の余地を与えないんだよ。自分は話を聞いてました。1が0なら3番1本されて当然だろ。自分が釣り寄されて当たり前と思ってないその神経すごいだろ。4番はもうスライドして、強靭ムーブ取ってる時点でもうランテージ組まない時点でもうお察しのレベル。5番は6番に暴言を言ってるからその心がもう間違ってるし、6番はもう片白7人神にまずつけられてなくて、5番をもう釣り寄ってる時点でもう無理。そのままお待ちください。弱すぎて、普通8番振って2番で終わるゲーム、2縄で終わるぐらいの余裕のゲームだったと思うけど。あ、俺が上手でいちゃいけないんだよ。俺が10回中9回当てるような人狼ゲームって、だからさ、しし普通の人はさ、成長してくれ。もう、ひどいと思うよ、俺、もう。追放されるのは、9番、3です。9番さんが発言します。いやいや、違う、すまん、この問題で7と2の問題で強靭もう全部間違えるほど7の芯決め打てない村ってある？4番が残ってんだからな。いや、これもうマジで教えて。俺、逆星様ってさ、10回に1回ぐらいやらかしてる逆星様が発動して間違ってんだよ。そのインパクトがみんな強いから俺は精査できないって勝手なイメージなんだよ。でもずっと見てる人わかるよね。ライブ版でこれ、見てる人わかるよね。本当に10回中9回ぐらいのアベレージなんだわ。マジの話なんだ、これ。ほんと直近だと 9.5 とかわけわかんないアベレージになってんだ。勝負どこね？勝負どこ。初日の6釣りみたいな2番目の初日なんかどうでもいいけどさ。普通8番するよ、この村。騎士に任せてんのに。騎士が言うこと聞かねえとか。マジで呆れるよな。この勝負で曲げるのが。本当に弱いやつっているよね。噛まれたくないだけやってランテージ組めないやつ。こんな村あるか、片代釣り寄すやつとか。昨夜襲撃されたのは。まともな人を釣りをして、自分が一本して食らって投げやりになるやつとか。いや、もうひどいと思う。